阪神タイガースの小川投手が復帰に向けてリハビリに取り組んでいましたけれども、さらに大きな手術を受けることになりまして、来シーズンも絶望というのが確定的になりました。小川一平投手のこれまで振り返っていきますと、2019年にドラフト6位で入団した右のピッチャーです。主に中継ぎのピッチャーとして2020年は21試合、2021年は19試合に登板しています。1年目、2年目と中継ぎである程度の登板数を重ねています。2021年、この2年目は防御率2点台をマークしまして、2022年は大きな飛躍が期待されました。2022年は矢野監督のもと中継ぎから先発のピッチャーに転向しまして、先発ピッチャーとして4試合に先発登板を果たします。勝ち星こそつかなかったんですけれども、5回無失点に抑えるとか、そういった投球もありまして、圧倒的とまでは言わないまでも一定の安定感を先発ピッチャーとしても見せてくれました。ただ2022年のシーズン中に右肘の痛みということで離脱をして、シーズンのオフに右肘、そして尺骨の手術を受けました。この手術からの復活というのが今シーズンの小川投手の取り組みで、7月にはファームで復帰登板を果たしたんですけれども、2試合のみの登板でまた離脱ということになってしまいまして、やっぱり肘の痛みとかそのあたりっていうのがちょっと深刻なのかなというのが見受けられます。結果的には今シーズンは1軍で登板をすることなくシーズンを終えてしまうということになりました。では続いて小川投手が受けた大きな手術と今後の復帰時期の詳細についても見ていきます。小川投手が先日トミー・ジョン手術を受けたということが球団から発表されました。トミー・ジョン手術は平均的に1年半ほどは復帰までにかかるというふうに考えられておりまして、ほぼ間違いなく来シーズンは投げられないんじゃないかなというような状態になってしまいました。小川投手は肘の不安をすべて取るために手術することを決断しました。リハビリ期間中も治すことはもちろん、自分自身しっかりレベルアップできるように取り組み、また甲子園のマウンドでチームのために腕を振ってファンの皆さんに喜んでいただけるように頑張っていきますというコメントをしています。この小川投手のコメントにある通り、トミー・ジョン手術を受けた後、そこから復帰するためのリハビリで体を大きくしていく、その段階で球速が上がるケースが多いというふうに言われています。平均的に3キロほどアップすると言われているようなデータもあります。この手術そのもので球速が上がるというよりは、やはりリハビリの期間のトレーニングで球速が上がるというようなデータが出ています。来年は小川投手大卒5年目を迎えるピッチャーで、正直これまで残した実績っていうのも抜群な実績というところではありませんので、状況的にもかなり危機的な立場にはなってきます。来シーズン中の復帰っていうのは相当厳しいと思いますし、育成落ちの可能性も高いと思いますけれども、なんとか再来年、そしてもう1年先とか、そのあたりで1軍のマウンドに復帰して1年を通してバリバリ活躍をして、主力選手としてなんとか頑張ってほしいなというふうに期待をしております。以上です。